はい、皆さんこんにちは、林です。今日の動画はですね、この時期に出すか結構迷いました。もう季節外れなんじゃないかなってね、結構いろいろ考えたんですけど、やっぱり、毎年出している動画だったので、ちょっと今回もですね、出させてください。今回紹介するものは、新生活ですね。新しい生活が始まって、1ヶ月経って、で、ゴールデンウィークが経って、で、またね、これから頑張るぞっていうね、方ね、結構いらっしゃるかなと思うんですけど、そんな新生活、でぜひ使ってほしい無印良品、これをですね今回10個、厳選しました、なのでこちらの動画でご紹介できればなと思うんですけど、この企画はですねもう毎年やっています、2020年もやったし、その次もやったしっていう感じでやってるんですけど、やっぱりこの無印さんって毎年新しい商品も出るので、そのタイミングでですね結構紹介するものって変えてるんですよね。で今回は事前にショート動画の方では新生活で買いたい無印アイテムっていうのをねピックアップしてるんですけれども、それをですねこちらの動画でも横の動画でもお伝えできればなっていうふうに思っております。はい、ってことで早速ですね、この新生活で買いたい無印良品ですね、今回10個厳選しましたので、早速紹介いってみましょう。はい、ということで今回はですね新生活で買ってほしい無印良品を10個厳選したんですけど、まず前提としてお伝えしなきゃいけないのが、もちろん新生活で買ってほしいアイテムであるんですけど、こう僕のようにシンプルな部屋にしたいであったりとかシンプルなアイテムに囲まれたいっていう方におすすめしたいアイテムになるので、正直別に無印良品にこだわる必要はないと思っています。もう類似の製品がですねもう他社さんでも売られているので、そういったものもね買うのはいいかなと思うんですけど、僕はですねあえてシンプルなアイテムが好きなので無印で購入しているという感じになります。ではまず1つ目なんですけど、こちらの浄水ポットですね。はい、これ2年ぐらい前に結構流行って一時期ねカートリッジ部分が売り切れ続出になったりもしたんですけれども、もう基本的には、はい、今動画映ってるようにここにですね水を入れて、で浄水のねこのカートリッジを経由して水をきれいにしてくれるというアイテムになります。で僕の場合はここにですね水道水から浄水ポット入れてるんですけれども、これをね普段飲み水として使ってますね。はい、こんな感じですね。もうこれボトルを傾けると注ぎ口がそのまま自動でパッと開く感じになるのでこぼす時があるのでそこだけね要注意って感じですね。はい、水もですね非常にまろやかになってこう塩素のね水道水特有のこうツーンとした感じとかももう綺麗に取り除かれてる感じがするので、本当にこう飲み水を作りたいっていう時にはこの浄水ポットかなり使えるんじゃないかなと思います。価格がですねちょっと3490円と、若干高いかなって気がします。あとカートリッジも1490円ですね。ちょっと値上がりした部分はあるんですけれども、こういったシンプルなボトルが欲しいという人には結構おすすめできるんじゃないかなと思うので、飲み水ですねペットボトルで水を買うのはもうやめたいであったりとか、こういった浄水ポットを買って水を飲みたいという方には結構おすすめできるんじゃないかなと思います。ということで1つ目はこちらのアクリルの浄水ポットになります。これがね3490円で購入ができます。では次2つ目はですねこちらのアクリル卓上用ティッシュボックスですね。なんかこれはもう毎年紹介してる気がするんですけど、こんな感じでアクリル状のティッシュボックスとあとこのティッシュがですねセットになったアイテムになってまして、基本的にはこのティッシュは詰め替えでバラ売りでも売られているものになります。やっぱりこんな感じで、インテリアに溶け込むようなティッシュが欲しいという方には非常におすすめしたいですね。ティッシュの色が白じゃないっていうところも結構魅力だなと思うんですよ。ちょっとこうくすみがかった色になるのですごくこう無印良品らしいというか、はい、そういった雰囲気を受けるので、インテリアと同化したティッシュが欲しい、インテリアの一部にティッシュを置きたいという方には非常におすすめしたいかなと思います。僕はこうデスク脇であったりとかベッド脇に置くのがねいいんじゃないかなと思うので、ぜひ買ってみてください。こちらがですねこのティッシュボックスとティッシュのセットで790円で購入することができます。はい、では次3つ目もですね生活感をなくしたい人に非常におすすめしたいボトルがこれですね。はい、ペット詰め替えボトルの泡タイプというものになります。要はハンドソープ入れになるんですけれども、泡で出た方がすぐに手を洗えるじゃないですか。今こんな感じでお見せしてるんですけど、我が家ではこういったキッチンであったりとかあとはトイレのですね洗面台に設置しています。泡でワンプッシュでもう泡の状態出るのでそのままこう手にしっかりとなじませてあとは洗い流すという感じですね。本当に手洗いが非常に楽になるし、この生活感のないこのシンプルなボトルデザインが非常にいいなと思ってます。でボトル自体は350円ですねで買えまして、専用の無印の泡ハンドソープもあります。これがですね大容量タイプで690円で買えるので、このセット買っておけばまずは困らないですね。もうこの泡ハンドソープも4ヶ月前ぐらいに買って、まだ全然余ってる感じなので、はい、半年、一人暮らしだったら正直半年ぐらい持つかもしれないです。はい。ってことで、こういった形で生活感をなくす、ボトルが欲しいという方にはおすすめしたいアイテムになるかなと思います。はい、では次もですね、生活感をなくしたいという方におすすめしたいんですけど、また洗面周りのアイテムで、はい、こちら洗剤ですね、衣類用の洗剤ボトルになります。これ実はリニューアルしまして、我が家では洗剤がこっちですねと柔軟剤の2つで使っております。で、何がいいかっていうと、これボトルのこの蓋がですねメモリになってるんですよ。こんな感じで見えますかね、ちょうど1杯分のメモリになってるので、結構洗濯機によっては洗濯物を入れた後にどれぐらい洗剤を入れてくださいねっていうのは案内表示が出ると思うんですよ。なのでそれを見て、このカップ1杯分なのか 0.7 杯分なのかっていうところを見たりとか、何十ミリリットル入れてくださいねっていうのが一目で分かるので、そういった蓋とあとは計量カップの役割があるっていうのもいいですし、あとはこのシンプルな見た目ですよね。ちょっとこの、なんでしょうね、このマットな質感がやっぱりこう生活感なくしてくれるというか、すごくこう無印良品らしいなっていうボトルになっているので、はい、こんな感じで生活感のないボトルが欲しいで、シンプルなボトルが欲しいという人にはおすすめです。これが1本390円で購入することができます。はい、では次5つ目、ちょっと大きいんですけど、柔らかポリエチレンケース。はい、もう無印で収納探してますって言われたら僕は絶対これをおすすめしますね。今映像でも流してるんですけど、無印良品の家具と相性めちゃくちゃいいんですよ。さっきお見せしたように無印のユニットシェルフとぴったり合いますし、あとはこのシンプルな飽きのこないデザインですよね。はい、サイズも結構豊富にあって、これがスタンダードなサイズになるかなと思うんですけど、その他こういった蓋ですねもう売られてるので、こうやって、はい、しっかりと蓋をね閉じたいって時にも使えるし、あと蓋を開けた状態での収納もできるので、結構我が家ではさっきお見せしたようにゴミ袋とかそういった掃除用具入れと、あとは洗面周りのですね物を整理するようにちっちゃいポリエチレンケースを買って使っています。なので万能な収納が欲しいという方はまずこれをですね揃えてみるといいかなと思うので、小さいサイズだと490円から購入できるので、まずはこう店頭に確かめに行って、こんな感じのサイズあるんだっていうのを見て、自分の家に合うぴったりなサイズを複数買うのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで5つ目はこちらの柔らかポリエチレンケースになります。はい、では次6つ目はですね、結構こう仕事道具とかを持ち歩く方とか学生さんにおすすめしたいのがこちらの無印のガジェットポーチですね。やっぱり普段からパソコン持ち歩く方はですね結構パソコンの充電器とかモバイルバッテリーとか多いかなと思うんですけど、はい、広げるとこんな感じになってて結構もうパカッと開くんですよね。で僕の場合はこういったハブとか USB のハブとか、あとはモバイルバッテリー兼 PC の充電器と、こちらも後ほど紹介する、はい、ライトニングケーブル、そして最後パソコンの充電ケーブルって感じですね入れてまして、でこれいいのが真ん中にですねこんな感じでマジックテープがあるんですよ。でここにですねこうやってケーブルをくるませてしっかりと固定できるんですよね。はい、あとはここ街がそこの街が結構広いので、こういった大きなモバイルバッテリーとかを入れても全然こう邪魔にならないというかかさばらないっていうのが割と魅力で、もう2年以上愛用しているアイテムになります。これぐらい物を入れてもですね全然パンパンにならないんですよ。はい、こんな感じ結構すっきりしてますよね。なのでこれをリュックの中に入れておけば基本的にガジェット類これにまとまるので、学生さんとか社会人の方に非常におすすめできるかなと思います。これがですね色が確か黒とグレーの2色ですねあって、990円で購入することができます。さっきのガジェットポーチに入れていったものなんですけど、これが7つ目ですね、ケーブル収納っていうもので、結構知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、うちでの使い方をご紹介すると、はい、もうこんな感じで使うケーブル全部まとめてますっていうところですね。まずはこちら、これがですね Apple Watch の充電ケーブルで、うちではドック使ってるのでこれ旅行の時に持ち歩くんですけど、こんな感じで、はい、コード伸びますし、で使わない時にはこうやってくるくるくるっと巻けるので、ここがこのケーブル収納がもうバカ売れした要因かなと思っています。ただあまりにもこう強く引っ張ったりとか急にこうくるくるくって回しすぎると、断線の危険があるので、ゆっくりしっかりと回してくださいというところですね。あとはこうライトニングケーブルと USB-A ですねのものと、あと普段持ち歩いてるライトニングと USB Type-C ですね、こちらはもう毎日持ち歩いてるものになります。でこれのモバイルバッテリーセットで使ってるんですけど、やっぱり190円っていうすごいねコスパの高さっていうところが非常に魅力だなと思いますし、これがですね見た目がすごくシンプルなので揃えていてすごく気持ちいいんですよね。なのでこういったガジェットを普段から持ち歩く方はもう必需品かなと思うので、ケーブル収納1個190円で買えるのでぜひ買ってみてください。はい、では次8つ目、意外なアイテムだと思うんですけど、これデスク脇に置くとめちゃくちゃ便利です。はい、こんな感じで我が家ではですね無印良品の歯ブラシスタンドにこのボールペンを置いてるんですけど、何回か話してるんですけど、このアイデアはですね無地ホテルのフロントで着想を得たものになります。でこういったアルミ六角ボールペンとかを机の上に置いておくとまずデスク上がですねすごくすっきりしますし、あと合わせて買うというのがこちらのブロックメモですね。もうこれで基本的に僕は仕事中にこう思いついたアイデアとかをこうやってメモでね取るようにしています。なのでデスク上をねすっきりさせたいんだけれども、何かこう筆記用具が欲しいという方にはこのセットおすすめなので、まずはこのアルミ六角ボールペン、これが確か590円で買えるのかな、で買えるのでぜひ買ってみてください。はい、では次9個目なんですけど、こちらペーパーナプキンですね。もうこれはねショート動画でアップしてめちゃくちゃ、バズったものなんですけど、こちらがですねハンカチにもなるティッシュみたいな感じになります。なのでティッシュとハンカチ両方持ち歩いてる方はですねもうこれ1個でまとまるんですけれども、これ、確かダイソーにも売られてるのかな、なので別に見た目気にしない人はダイソーでもいいかなと思います。取り出すとこんな感じで、はい、ティッシュのような見た目をした紙ですねが出てくるんですけれども、これ結構ねしっかり作られているのでこう濡れた手をですね拭くようにも使えるし、あと意外とねしっかりしてるように見えるんですけど意外と柔らかいので全然鼻かめますよこれで。なのでティッシュとハンカチ1つにまとめたいという方にはもうこの、はい、ペーパーナプキン1つあればいいかなと思います。6個入りで99円ぐらいで買えるので、非常にコスパも高いと思います。はい、こちらはですね新生活問わず、外出の時に非常に使えるアイテムになります。はい、最後10個目はですねこちらのゴミ箱になります。ダストボックスなんですけれども、正式名称がですねポリプロピレン、蓋が選べるダストボックスということで、ダストボックス自体は1790円で、こちらの蓋がですね選べるタイプなんですけど890円のものを使っています。これいいのがここパカッとここ開くし、ちょっと瓶とか結構見えてるんですけどここも開くんですよパカッと。なので、何か小さいものはここから、はいゴミ箱、捨てられますし、大きいものはここからパカッと、あとはゴミ袋をですね付け替える時には使えます。であとキャスターですねを取り付けられるのでこんな感じでもう掃除の時にも楽々移動できるのが非常にいいポイントかなと思います。我が家では今写真お見せしてるんですけれども、もう3つつなげてですねキッチン周りに置いてるんですけれども、非常にこう生活感のないデザインでやっぱり溶け込むというか壁の色と非常に溶け込むので、そんなに目立たないのがいいですね。ゴミ箱って結構目立ちがちなんですけど目立たないというところがいいと思います。ただ類似の製品はですねこうケウカとかにも売られているので、正直そういったものでもいいのかなと考えてます。なのでゴミ箱ですねちょっと存在感消したいとかなるべくシンプルなものにしたいという方はこの無印の、ダストボックス非常におすすめです。こちらが1790円で購入することができます。はい、ということで今回はですね新生活で買いたい無印良品10個厳選しました。はい、実際見てみてどうでしたかね。もちろんねもうすでに持ってるよっていう方もいらっしゃれば、こんなアイテム無印にあったんだってね気づいた方もね結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。で僕自身ですねやっぱり新生活になります。はい、同棲してだいたい2ヶ月ぐらい経ったんですけれども、これまでずっと1人暮らしだったのが、2人になってやっぱりね買うものっていうのは結構いろいろ変わりました。はい、なので、今回の動画はですねそういった2人暮らしの方にもですねぜひね見ていただける動画になったんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は新生活で買いたい無印良品を、ピックアップしたんですけど、普段からシンプルな暮らしを軸に動画作ってますのでぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。あとはインスタもやってます。むじはやしと調べていただくと僕の動画出てきますので、僕の動画、動画も出てくるけど、アカウント出てくるので、ぜひチェックしてみてください。ってことで、今日はですね、動画以上になります。また次の動画でもお会いしましょう。それでは、バイバイ。